にちは、京子ママです。ですね、休日の遊びということで、昨日は泡風呂をやりました。はちみつ泡風呂でマッサージです。子供と一緒にマッサージすることで、スキンシップをすることでニコニコ笑顔になりました。いろんな遊びを紹介していきたいと思います。子供とスキンシップをすることですごく仲良くなれました。夜、そうですね、寝る前に運動子供たちとすることが多くなっていますが、サッカー、そしてドッジボール、いろんなスポーツを一緒にやりました。これでちょっとは筋肉量がアップしてくれたら親ともども嬉しいことですが、結構ハードで息がバクバク、心臓バクバクって感じでした。でも子供たちはすごくぐっすり早く寝てくれるので、夜の運動はおすすめですね。そして昨日は酒麹パックをしてみました。子供の顔に私の余った酒かすを塗ってあげました。お肌ツルツルになるよと言って塗ってあげたら喜んでいました。はやちゃん、はるちゃん、初めてリンスも体験してみました。そう、雨が降った休日は退屈しがちなんですけど、お風呂で温泉気分を味わいながら楽しめてとても良かったです。今日の美点発見は、パパが部屋で工夫して遊び場を作ってくれました。とっても楽しく遊んでいましたが、喧嘩してしまうけど、お風呂で長風呂することで、とっても楽しめたと思います。それでは、酒粕パックをした写真も、見てくださいね。それではありがとうございました。まずこれでこんなもんです。ん、あんたろ、はぁ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 、ピース。